ゲチョは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語名のゲチョ。ビルボ都市圏の一部を形成し、ビルボのベッドタウンである。2014年の人口は79,544人であり、ビスカヤ県第3位だった。ラスアレナスにある、ヌエストラセニョーラで、ラスメルセデス協会ゲチョは、もともとは教区であり、ビルバオ河口の広い砂浜を含む、 小さな漁村、アルゴルタがあった。湾の北端をなすがレア岬からほど遠くないところに、下町の聖母教会があり、そこで教区会議が開かれていた。19世紀にバスクで産業革命が起こると、下町はブルジョワ階級の住宅地となっていった。住宅地はネグリと呼ばれるようになった。アルゴルタ村はサンニコラース教会の周辺が発展していった。 入江を運河とするために下町の砂浜が提供され、この地区はラスアレナスと呼ばれるようになった。ビルバオへと向かう道路の反対側、ラスアレナス近くにはロモと呼ばれる労働者階級の住宅地が出来上がっていった。ついには20世紀に入り、都市川下町の聖母教会のある田園地帯にまで達した。バスク自治政府初代連狩りのホセアントニオアギーレは、 ゲチョの主張を務めたことがある。ゲチョは、ウリベコスタの名で知られる郊外と同じく、1980年代と1990年代に、急速に発展した。1980年代諸島には、人口約5万人であったが、現在は8万人を超えている。ゲチョ周囲の自治体、令和、ベランゴ、ソペラナも、同時期に人口を増加させた。ゲチョ市当局の調査によると、 ゲチョ人口の48.56%がバスク語を話せない。19.9%がバスク語を話せ、残りの31.5%はバスク語を理解できる。一方で、バスク語話者割合は1981年の9%から2001年の19.9%へ増加している。日常生活でバスク語だけを話す人は4.83%である。 この理由として、児童や若者など若年層で、バスク5話者割合が増加していることが挙げられる。ビルバオからゲチョへは、メトロビルバオを利用していくことができる。湾に架か,かるビスカヤ橋を利用して、対岸のポルトゥガレテとの往来も可能である。ポーツマスへ向かう、フェリービンが、ゲチョ近郊のサントゥルセで就航しており、ビルバオ空港のある、ロユも近い。ゲチョのラスアレナス地区沖を通過する。 トライネラ1924年以降、毎年7月にはシルクイトでゲチョという名称のワンデー、自転車ロードレースが開催されている。2005年以降、このレースは UCI ヨーロッパツアーに組み込まれている。毎年、ゲチョにあるボートクラブの一つがビルバオ加工でゲチョバタと呼ばれるトライネラの想定競技大会を組織している。ゲチョが面する水面ではゲチョバタの他に、 サントゥルチバタ、ネルビオングランプリなどの想定競技大会が開催されている。ゲチョにはいくつかのサッカークラブがあり、最も有名なクラブはアレナスクルブでゲチョである。アレナスクルブは1919 19年のコップ、ラグビーユニオンクラブのゲチョラグビー、タルデアは、リビシオンでおのおりに参加している。ゲチョにはこれらのクラブの他に、ゴルフ、バスクの伝統的スポーツ、バスクペロダ、スケート、 ヒッチハイク、自転車競技、セーリング、バスケットボール、サーフィン、フィッシング、体操競技、トライアスロン、新体操、ハンドボール、フットサル、チェス、テニス、パドルテニス、乗馬、ホッケー、ボクシング、その他のスポーツのクラブが存在する。ありがとうございます。